医者なんで、本当すいません。はい、いろいろ間違えてたら、いや、僕も分かんないんで教えてください。じゃあ、2人目嘘じゃないよ、山陽ベテランですよね。ベテラン、まあ、まあ2年やってるからな。そうですね。うん、でもね、今の前あの、うん、影響されて始めたばっかな。そうなの。よし、じゃあやろう。あ、はい、じゃあ、お名前は菅です。菅くんね。よし、やろう。最初はグーじゃんけんほい。勝ったぞ。先行を頂戴します。はい、じゃあこれを置いてターンエンドです。はい、お願いします。はい、じゃあ置いてターンエンドで。はい、お、ガチロボって書いてある。なんか違うか、ミニロボ。ミニロボっすね。お、来たよ。じゃあいや、これを置いてターンエンド。はい、はい、じゃあターンエンドで。お、何もできないぞ。ドロー。何もできない。じゃあね、これを置いて3マナ、ヘルミッションを置きます。はい、ターンエンド。まあ、じゃあどうしようかな。置いて、はい、ガチャンコミニロボ1個で、呪文が2多くなります。はい、呪文が2多くなる。わかった、呪文がね、分かったわ、いよいよ。あとは大丈夫ですか。はい、終わりです。はい、で置きます。ドロー。じゃあね、これを置いて3マナ、オーバーキルグレイビアード貼ります。はい、これは全部みんなスレイヤーになります。なるほど。じゃあヘルミッションで1枚ブレイク。はい、はい、でターンエンド。はい、置いて4マナで、はい、エスケスペース置いて、はい、ターンエンドで。それはどんな人ですか。これはグレートメカ王のコストが2小さくなります。へえ、分かった。じゃあ置きます。はい、じゃあドロー。4か、1234。じゃあこれ置いて12345コスト払って、超次元リバイブホール。はい、これはなんだ、あ、クリーチャーを一体墓地から手札に戻す。墓地にいないときは戻せない。お、よし、じゃあガイアルカイザーを出すよ、こっちに。はい、出した。これは墓地に行った。はい、そしてこの人はスピードアタッカーだ。おー、なのでアタックするぞ。するときに僕手札にデッドゾーンがいるんで、それを乗っける。おー、そしてマイナス9000しつつ、はい、トリプルブレイク。出ました。はい、よし、頑張ります。どうだ。なんもない。なんもないっす。これ縦向いてるよ。いいよいいよ。はい、じゃあ僕ヘルミッションでこれで空っぽになれ。アタック。ナイス。ターンエンド。やばい。やった。何もできないぞ。待たせてもらえる。何もできないぞ。待たせてもらえるぞ。いいぞ。やべえぞ。そうしよう。どうしようかな。これでいいんだ、これで。全部スライヤーになってるんですよね。そうそうそう、これとこれです。まあスレイヤーです。やべえな。何もできない。レスキュースペース置いて、はい、ミニロボ1号置きます。はい、で何もできないな。スレイヤーになってるんだから、まあ、じゃあミニロボで。はい、相打ち。はい、相打ちです。でターンエンドで。はい、じゃあ置きます。じゃあドロー。じゃあ4マナ、ゴーオンザ・ブラック V。 これもスピードアタッカーです。スピードアタッカー、アタックするとき手札を1枚捨てなさい。はい、自分で選んで。そしてダイレクトです。じゃあ革命の水亀。はい、それは何ですか。1枚上から見て、クリーチャーだったら手札に戻そう。うん、あ、そうなんだ、やめて。じゃあクリーチャーだったんで、これ山札に入れてシャッフルして手札に戻そう。手札戻った。はい、はい、終わりです。で、これでダイレクトアタック、はい、負けました。ありがとうございます。やった、開けた、出してもらったよ。開けちゃった。じゃあ423番目の犠牲者になってください。はい、ありがとうございます。菅くん、菅くんね。はい、はい、ありがとうございました。やった。はい、タッケーの知事たち。ご視聴ありがとうございました。今年も動画をたくさん出していきます。ご視聴よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくね。またね。